毛利弘司政教法18年3月27日は、長州藩一門画廊である、宇田毛利家の五代当主。父は、吉木毛利家の毛利成田だ。養父は、毛利元信。性質は、朝毛利家の毛利成久の娘。子は、毛利弘信。毛利弘提出。通称は八重郎、長之助、久之城、山城。上京4年。 一門義木毛利成忠の四、男として生まれる。元禄十七年、四代藩主、毛利吉弘の命で、おじの、宇田毛利元信の,の遺跡を相続、後吉弘氏より返記を受けて、後世と名乗る。法営七年、国元下藩役となる。聖徳二年、悪化した、犯罪制裁権を任されていた、当職、指示をさむばれ、当役、指示をさむほが不正により、 藩財政をさらに悪化させていることを、五代藩主、毛利義元に直感して罷免させる。聖徳三年からの藩権約令では率先して、権約に努め、藩の財政再建に当たった。聖徳四年、江戸家藩役となる。教法四年に、藩公明林間の開設に当たる。聖徳五年、万役山事件が発生し、長州藩と四藩徳山藩が対立すると、 新松藩主、毛利元平と共に、徳山藩主、毛利元次を説得するも、不調に終わった。教法5年、国元家藩役。教法9年、当職。教法15年、当職辞職。教法16年、当職に再任され、教作による被害の救済にあたる。教法18年3月27日死去。47歳。家督は、 着難の広信が相続した。ありがとうございます。